強い気持ち持って、しっかりと振り持てる、イテンシティ持って、高く持って、強く持って、臆することなく前向きな矢印を持って、襲いかかれるか、最初から、最後そういう姿をサポーターに見せましょう。かかる渡辺博文、新井が来た、中には新井、シュート、関、ナイスキーパー、浜下落とす、
気持ち入れて臨んでいる中 で、ね、まあ、プレッシャーの強度もあったりしてミス、ね、続いてましたけどね、はい、まあ、こうした中で裏返って今後はホイッスルです、まあ、いいファウルと言っては良くないですけど、はい、まあ、目の前でもねしっかり徳島の選手もね詰めてましたので、はい、それが最後の焦りをね生んだっていう。渡辺広文からいいパスが出た。ノーホイッスル中、ここは補正よく出ましたね。素晴らしい。体入れるものにできるか、ものにした。石川から左入ってきた橋本健斗、橋本健斗、うん、最後はしっかりとスワレスがキャッチ。少し出せてないのかな、ね、新井から西谷、渡辺博文がつく。西谷和樹、ワタイも上がってます。西谷和樹から、おっと、最後はヘナのとこ行きましたよね、ここで。ここですね、まあ、石川中入ってきた。石川スルーパス、大月トラップギア狙ってました。こぼれ球、石川、最後はスアレスの正面です。田中渡るシュート打っていきました。神垣が狙った、キーパー正面です。縦に入れてうまくコントロールした神垣、左使う。中は大月狙っていったが、ここはキーパー正面です。トラップしたところ、大月右に出した。石川ミドルもあります。石川が狙った、片手で止めました。強烈なミドルシュート打っていきました。石川シュート打つかなと思ってましたけど、コントロールが決まったので、はい、あとは、まあ、中の動き出しというよりも、はい、まあ、シュートでこぼれでも、ね、何でもできるということで、ファーサイドをうまく狙ってきましたけど、はい、よく収めました、ね、そうですね、すごい。おー、ここはオリオラサンデー仕掛ける。エナン、ちょっとクリア不十分。渡辺博文、白井が仕掛ける。そこにボールが出る。走る白井英二、うまく引っ掛けた。白井英二、ナイスキーパー関、最後オリオラサンデー、よく守る。体を張った守備と思うので、はい、逆にイメージ通りすぎて、はい、セーブされたのかなというかですね、はい、関選手もある程度大宮8点差取りに行きましょう。いいですか、よし、 OK、 お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。そうですね、まあ一緒にやった選手も何名かいたし、まあ相変わらずこういいチームを作ってるなっていう印象もあって、まあ僕らもどれぐらいやれるかっていう、自分たちの実力を測るにはすごくいい相手だったなと思いますし、まあしっかり勝ちきれればよかったかなと思います。そうですね、まあ、試合の終盤だったので、まあ、少しオープンの展開というか、まあ、どちらも点を奪いにリスクを犯しながらこう点を取りにいっているような状況だったので、まあ、結構スペースがあったり、まあ、相手のボランチの脇とか、まあ、スポットで受けれるタイミングも結構あったんですけど、まあ、そこがゴールにつなげれなかったっていうところはまだまだ課題だし、まあ、もう少し積極的にシュートに行く気持ちがあったらよかったかなと思います。そうですね、まあ、点をこう複数得点できてないというか、もっともっと攻撃に人数だったり力を割いて、ゴールを奪っていかないと勝ち切るっていうところまではいかないと思いますし、まあ、そのためにはやっぱり普段の練習からしっかりコンビネーション合わせて、まあ、いい形でゴールに迫れるような、まあ、練習から取り組んでいく必要があると思いますし、まあ、あとはこうゲームのメリハリというか、まあ、そのゲームの中で90分通して、まあ、行くとこ行かないところ、あとはチーム全体でそこを統一して、まあ、もう少しメリハリのある攻撃だったり守備ができれば、まあ、おのずとゴールも取れて結果につながってくるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ
限られた出場時間でしっかりチャンスをつかめるように、まあ、個人的にはゴールを狙っていきたいと思いますし、まあ、チームとしてはなかなか勝ちきれてない試合が続いているので、次もホームでしっかり皆さんの前で勝って、一緒に喜びを分かち合えるように、準備していきたいと思います。ぜひ次の試合も応援に来てください。お願いします。